よろしくお願いしますか。それでは、ただいまから、この国会の最初の政調会長としての記者会見を始めさせていただきます。冒頭、私の方から、昨日のノーベル賞受賞の件についてコメントさせていただきますが、今年度のノーベル物理学賞が、名城大学教授の赤崎勇先生、名古屋大学教授の天野博先生、カリフォルニア大学教授の中村修司先生、日本人3人に受賞されることが発表されました。青色発光ダイオードの発明と実用化の業績が評価されたものでございます。我が国の科学技術のレベルの高さが改めて証明されたものでありまして、日本全体が大変勇気づけられる快挙であるというふうに思っております。国民の皆様と共に受賞を喜んでいきたいと思います。この受賞をきっかけにですね、とかく、理科離れですね、高校生大学生の理科離れが指摘されておりますけれども、ぜひ、理工系の分野も志そうという学生生徒さんが多く出ることを期待していきたいと思いますし、また現役の研究者、技術者の方に対してもですね、その能力が十分発揮できるような環境整備、政治の面からも配慮していきたいと、このように考えております。私からは以上でございます。ご質問と、はい、どうぞ。来週16日からカジノの IR 法案について都内で議論を始めるということなんですけども、何回ぐらい議論をしていつぐらい研修や成長で扱うスケジュール感的なものですか。この IR 法案に関しましては、昨年の臨時国会の会期末に議員立法で提出されまして、それ後、今年の通常国会においても、党の観光立国推進委員会を中心にですね、いろいろな勉強を重ねてまいりました。で、この臨時国会が始まりまして、最初の議論が、党内議論のスタートが10月16日ということでございます。今後のスケジュールはまだこのIR 法案の採決自体がいつ頃のタイミングになるのか、それがまだ明確ではありませんので、スケジュール自体も固められる状況ではありませんけれども、法案の採決の動きに合わせてですね、党内の議論も進めていきたいというふうに思っています。合わせて政調会長ご自身 の, IR 法案について考え、これは IR については統合リゾートということですから、リゾートということで地域振興を図ろうという面があるのと同時に、カジノの解禁ということも含められてますから、それが青少年に与える影響なり、あるいは依存症という懸念される面、両面あるということで、こういった両面をよく検討していきたいというふうに思っています。理事の高潔です。合わせてですけれども、都内議論されるからにはですね、ある程度その意見集約を目指されるというお考えなんでしょうか。どういう形で集約するか分かりませんけれども、一定の何らかの方向性は、政調としては出していかなきゃいけないというふうに思います。いかがでしょうか。すみません、共同通信の川合といいます。先ほどのちょっとガイドラインの話に関しまして、一般論で結構なんですけれども、集団的自衛権を行使ということで、かなり自衛隊の派遣、活動分野の拡大なんかも懸念されていますけれども、そういったところの懸念を払拭するような今後のですね、活動とかそういったことで何か、考えられていることがあればお願いいたします。ガイドライン自体は、政府間の取り決め
ですけれども、一方で自衛隊の活動については、まあ、今後の安全保障法制の中で検討されることですから、よりそのこの安全保障法制がどういう形でまとまるかということの方が重要だというふうに考えています。当然、7月1日の閣議決定の中身が過不足なく反映されるということを期待をしております。安全保障法制をめぐってなんですが、与党協議も、まあ、しばらくすれば始まると思いますけれども、公明党としてはどういうふうなことをこう具体的にこう主張していって、いきたいというふうにお考えでしょうか。いや、これは我々が主張するというよりも、7月1日の閣議決定を踏まえて、政府の方がどういうふうに考えていくのか、そのまず方向性なりを与党の方に示すと。それを待っているという状況ですから、政府の考え方が示された上で、当然その与党協議の中で意見を言っていくということでありますけど、今の時点で何か言うというものではございません。はい、まあ、我々としては基本的には閣議決定をきちんと踏まえた法制がなされるということを期待しているということでございます。はい、読みの整理をします。年末消費増税 1% 上げるかどうかという判断が迫ってますけれども、今の経済状態を含めて、政調会長としては増税判断すべきかどうか、その辺これはですね、まあ、法律上、その政府が、時の政府が判断をするということで、まあ、公明党としては総理の判断を見守っている段階ですから。総理の判断を尊重していきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。